ようございます。11月4日、4時55分になりましたので、いつものようにユーストリームにてビジネスの書物の配信をさせていただきます。今日はですね、私の方で選ばさせていただきました本はですね、こちらになります。見えますでしょうか。もう少し前に持ってきた方がいいですかね。1天地6の法則というかかとこりさんという方が書かれた本です。かかとこりさん、こちらの方はですね、ニックネームなんですけども、林俊之さんという方が書かれた本でございます。岡山の方で、普段コンサルティングとか、セミナーの講師をされている方で、非常にですね、私おすすめの一冊の本でございます。こちらの方はですね、主に成功哲学とかという部分、もしくはですね、自己啓発という部類の本に、自己啓発という本の部類になるのかもしれないんですけれども、やはり人間の根幹をついた部分なんですね。いかに人間が誰しも苦境に遭遇してしまう、大変な状況に遭遇した時にですね、どのように物事を考えればいいかっていうのですがですね、非常に分かりやすく書かれています。こちらの方ですね、全部で86の事例をもとにですね、書かれているんですけれども、非常に分かりやすく書かれております。実際こちらの方ですね、本の表紙に書かれているんですけど、サイコロがあります。サイコロの目、こちらの方も要は1つ、サイコロの目っていうのは6つがあるんです。1から6まであるんですけども、そんな中でも要はいかに、最初はこれ1つしか見えないんですけども、裏とか斜めから見ることによってまるっきり物の見方が変わってくるんですよっていうのが書かれている本です。これがですね、見開きでこういった形で見開き2ページにつき1個の事例を挙げてですね、全部で86個の事例を紹介していただいております。こちらの一つですね、私の方で読み上げてみますけれども、困ったがやってくるという章立て、題名で出されてるんですけれども、要はですね、いろいろ困っただと感じてしまう人間、確かに感じてしまうんですけども、それをいかに困ったっていう部分でネガティブだけに物事を考えるのではなく、いかにプラスに持っていけるかっていうことが大事だっていうことが書かれてます。例えばですね、こちらの方、見方によってはニーズのヒント、見方によっては伝説を彩るエピソードの一つ、見方によっては大事故を未然に防ぐ軽めの傷、見方によっては成長できる第一歩、見方によっては何かを変えるチャンス、見方によっては感動的結末を盛り上げる前の暗転というような形で、要はこれだけでも2、4、6、6つぐらいのですね、見方があるんですよと。それで最後ちゃんと書かれているのが、どうせ人間生きていかなくてはならないのだから、困るより楽しんだ方がずっと幸せな人生を送れるんですというふうな形で締めくくっています。要はいかにですね、人間っていうのは感情の生き物なんですよっていうことなんです。さまざま抱えている問題とか境遇する部分におきまして、苦しいこと、大変なことっていうのはやはりいくらでも出てきます。そんな中でですね、いかに自分自身が楽しくアレンジするかっていうことで、ありがとうございます。こちらの方、ガンダリアさん、 1天地6の法則、朝早いっすねっていう、ありがとうございます、お言葉いただいております。本当ありがとうございます。ごめんなさい、話戻しますね。こういった形でですね、いかにですね、本当に自分自身心の持ちようで変わるんですよ、人生楽しいことをうまく自分自身に苦境に立たされてもアレンジすることによって
やる気につなげていくことが大事ですよっていうことなんです。今まあいろんな部分でスピードブランディングとか加速する、成功するには加速させることが大事ですよとか、そういった本がですね、まあ私自身大手本屋さん、まあ、例えば紀伊国屋さんとか三省堂書店さんの方行くと平積みで置いてあるんですけども、こちらの方はですね、まあ、こちらの本書かれている本っていうのはそういった本の内容とはまた違った切り口で人生をいかに充実させて生きていくか、まあ、仕事を通してどうやって人生楽しく生きていくかっていう部分に焦点を当てて、こちらの方本書かれております。1天地6の法則、かかとこりさんっていう、まあ、お名前の方でございます。本名は林俊幸さんという方なんですけども、非常にですねサンマーク出版で出されている本なんですけど、私自身はこれ、まあ、バイブルの一冊になるんじゃないかなって自分自身考えております。昨年出された本でございます。実際にですね、この方東京とか大阪、岡山、まあ、岡山ご出身の方でございますので、東京、大阪、岡山でセミナーとかもされている方で、セミナー自体も私一度ちょっと顔を出してみたいなということを考えております。それぐらい、まあ、おすすめの本でございます。はい、今日はこういった形で1天地6の法則、かかとこりさんの本を紹介させていただきました。また明日この時間にですね、目にかかれればと思います。コメントまでいただきましたガンダリアさん、本当ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。